はい、どうもみなさん、こんにちは。タカポンですえ。今回はですね、マイクの音質のテストということで、こちら撮っているんですけども、今現在使用しているマイクは、マイクロソフトの HD3000 という、えー、ウェブカメラの方の内蔵マイクで、えー、こちら今撮っています。で、今回、えー、それ、ね、このマイクから切り替えるマイクがですね、えー、ダイナミックマイクのベリンガー XM8500 という、 マイクの方に切り替えてみたいいと思います、えー、っと接続方法はですね、オオーーディオインターフェースを使用するオーディオインターフェースは、タスかも US366 というオーディオインターフェースを使用して、接続方法は XLR 端子で接続して、音質の比較をしてみたいと思います。はい。ということで、えー、ベリンガーの XM8500 の方に切り替えました、えー。どうでしょうかね。こちらの方のマイクは、ちょっと特徴として、こ、え、も、ー、ったような感じの、 えー、音質になると思うんですけどもまあ、あのー、よくね、X、違うな、SM58 と言われる、まあ、あのー、よく5%とか5発とかって言われるね、スタジオとか、えー、実際にプロの人たちが使っている、まあ、スタンダードっていうかね、もう、知らない人がいないようなマイクなんですけど、そちらのマイクとよく比較されるんですけど、まあ、似てるって言われますね、XM8500 は。うん。 確かに似てるんですけど、やっぱりあの、聞き比べるっていうか、その、ちゃんと音質の比較を音楽とかでちゃんとしちゃうと、やっぱり、やっぱ差が出ちゃいますね。SM58 と、ベリンガーの XM8500 は。まあ、それは仕方のないことなんですけど。まあ、でも、こちらでも全然ね、もうそんな高いものでもないし、マイク、そんな高くない。今3000以下じゃないですかね。ですので、あのー、結構手頃な価格で買えますので、こちらの王の検討もし見たら、 どうでしょうかでこちらのあのマイクちょっとこもったような感じの音が嫌いという方だけど他のマイクにするとちょっとこう音が拾いすぎたりとかこちらのベリンガーはちょっとあの結構何て言うんですかね狭い狭いというかものすごく狭いわけじゃないんですけど周りの音をあまり拾わない、えー、マイクですので、えー、こちらのマイクがいいんだけどもこもった感じの声が嫌という人は、えー、イコライザーというものを 使用するとちょっと聞こえ方が変わってあのこもった感じをなくすことができるという感じなんですけどちょっとイコライザーの方をつけてみましょうかはいということでこちらの方でイコライザーをかけましたどうでしょうかかなり変わったんじゃないですかね最初はあの何もかけてない状態なんですけど何もかけないとかコンプレッサーだけですねコンプコンプだけかけていて今現在イコライザーの方で 低音域をカットして、高音、高音域じゃなくて、あの、中音域と、えー、中音域だけかな。中音域、中音域ぐらいか。中音域ぐらいを、あの、ちょっと上げてる。上げてると結構上げてるんですけど、そうすることで、こもった感じの音がなくなるように、えー、イコライザーで設定しました。普段はこちらの方でね、動画撮ってるんですけども、たぶんこっちの方がね、あ、いいなって思う人もいるし、えー、デフォルトの状態ですね。コンプだけかけてる状態。うん。 のあのー、こもったちょっとこもった感じが好きという方も、えー、いると思いますので、まあ、それはどっちもどっちなんですけど、それはね、あのー、自分で、えー、これね、ねあのー、先ほどとき比べてみて、えー、どっちがいいかなとあ、こっちの方がいいな、やっぱこっちの方がいいなっていうふうに、あのー、いろいろ検討していただければいいかなと思います。えー、で次にですね、えー、この XM8500、ウェリンガーの XM8500 だけじゃなくて、 えー、もう一つ、えー、マイクがあるんですよ。それがもう一つダイナミックマイクロフォンなんですけども、ソニーのボーカリ用ダイナミックマイクロフォン FV620 という、えー、こちらのマイクですね。こちらちょっとあのベニンガーの XM8500 よりちょっと高いんですけど、えー、4000円近いですね。4000円近いんですけども、こちらの,のマイクの方に切り替えてみましょうか。はい、ということで、 えー、ソニーのダイナミックマイクの、えー、ボーカリオダイナミックマイクロフォン FV620 という、えー、こちらのマイクの方に切り替えてみましたで今現在使用しているエフェクトエフェクトというかそうですねダイナミックスエフェクトというものなんですけども、えー、こちらをコンプレッサー、えー、使用しております、えー、デフォルトの状態ですねほとんど で、コンプを使っての、えー、撮っております。で、こちらのマイクとベリンガーの XM8500 のちょっと違いと言いますと、えー、デフォルトの状態でもちょっとクリ、まあ、あの、こもった感じがなくなったという部分と、えー、周りの音を拾いやすくなったというところですね。XM8500 よりは FV620、このボーカル用ダイナミックマイクロフォンですね、ソニーの。こちらのマイクの方が、周りの音は拾えます。うん。 使った感じでも、あ、拾ってるなってすぐ分かれます。まあ、こっちの方がいいという方もいれば、えー、まあ、X マーセを書くのがいいかなという方もいると思うので、まあ、あれですね、こういう動画見て検討していただければいいかなと思うんですけども、今、コンプレッサーですね使す、使用しているのが。で、イコライザーの方に切り替えてみましょうか、こちらの方も。はい、ということで、こちらの方もイコライザーの方に切り替えました。 えー、今,今現在使用しているマイクがソニーのボーカリオーダイナミックマイクロフォンの FV620 というこちらのマイクで、えー、同じく XLR 端子で接続してあのー、イコライザーの方をかけて音程とかをね調整しておりますということでこちらのマイクはもともとねもともと あまりこ,うこもった感じのマイクではないので、イコライザーかけてどう聞こえるのかがあれなんですけど、こちらのマイクは自分で聞いたことがないんですよ。あの、常に自分の耳から自分の声聞こえてるんですけど、あまり違いがわからないっていう。ということで、えー、まク、あ、XM8500 の方に戻しますか。はい。という感じで、えー、今回の音質の比較は、えー、この辺で終わりたいと思います。 一番最初に HD のマイクロソフトの l i フ e c a m ですね。マイクロソフト HD ウェブカメラ l i フ e c a m HD3000V2 というこちらのマイクの内蔵マイクで録音して、その次がベリンガンの x、m、8 5 0 0をコンプ、コンプレッサーをかけて録音して、その次がイコライザーをかけて録音して、 その次にソニーの、えー、ボーカ a l ダイナミックマイクロフォン FV620 をコンプレッサーで録音して、えー、その次に FV620 を、えー、イコライザーをかけて録音して、で、今に至るんですけど、今は XM8500 のイコライザーを使用しています。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は言わないね。参考になっていただければ幸いです。では。